オジェナ・ニエム・ツバーは、オーストリア帝国ウィーン出身の小説家。近代のチェコにおける三分の創始者とされる。チェコの通貨単位500チェココルナに、肖像画が描かれており、ラチボ実演に住んでいた母方の祖母マグダレーナ・ノボトナと、暮らし、後に、大きな影響を受けて1855年に表した、彼女の代表作、おばあさんは、 平凡な祖母の持つオプティミズムと生涯をロマンティックに描いたもので、チェコの国民であれば誰一人読まない人はいないと称されるほどチェコでは著名な作品である。チェコ文学者のクリスツギはおばあさんをチェコ最大の国民文学と表し、日本では1971年にクリスツギの翻訳によって岩波文庫から刊行されていた。また、作家の傍ら、 婦人解放運動の先駆者として名高く、税管理を務めていた夫ヨセフ・ニエミツと共に、反オーストリア的思想を持ったため迫害され、ニエムツオバーの生活は、生涯貧乏であった。1820年2月4日に、オーストリア帝国のウィーンに、ドイツ人の父ヨハンとチェコ人の母テレジエ・パンクラベとの間に生まれるが、少女時代の5年間は、ラチボジテレ、 母方の祖母マグダレーナのボトナのもとで暮らし、後に表す、長編小説、おばあさんに見られるように彼女から大きな影響を受ける。1837年、ニエムツオバーは17歳の時に15歳年上の税管理、ヨセフ・ニエミツと結婚する。ヨセフは反オーストリア的な思想を持ち合わせていたため、たびたび転勤を命じられていたが、最終的にプラハに定まった。 夫の転勤で各地を回るたびに、ニエムツバーは、チェコの分断に触れ、民話に関心を示して1845年頃に、民話集を表した。1855年には、彼女の代表作、おばあさんを表して、一躍有名となった。また、婦人解放運動の先駆者としても活躍したが、迫害や貧乏のため1862年1月21日に41歳で、 亡くなった。ありがとうございます。